皆さんこんこにちは大です、えー、今日1月2日まだまだお正月、えー、モードの人も多いと思うので何かねまた、えー、この1年を考えるのの、えー、ヒントになるようなことを、えー、伝えられたらいいなと思ってビデオを撮ってますが毎年ねなんかこんな1年にしようっていう時に考える項目の一つで、えー、いかに今年はこの人生に関する理解とかそれからね、えー、体験を深めようかっていうことを考えるんですよね。あの僕らねコーーチととかかカウンセラーとかその 対人支援をしてる人間からしたらその。 人人っっっててていいううう生生き物にに対対すすすするるるとととかかそれらもの理解を深めるってねねごく大切なことだと思うんですよ、ね、やっぱりクライアントのことを受け入れるもそうだしそれからクライアントと一緒にこの未来をイメージしていく時にもねやっぱり我々がどれだけいろんな人の人生とかその機微に触れてるかっていうことはあのすごく大切な気がしてるでまあコーチングなんかだとね質問投げかけてそのクライアントに考えてもらえばいいっていう考えも一理あると思うんですけどやっぱりクライアントのことを本当に理解しようとかクライアントのことを理解しようとか。 とかまだ気がいいてないねまあ自分の内側のまあ、ある側面を理解したいだの一緒に迫っていきたいだのそれから未来の可能性について考えたいっていう時にはやっぱりいろんな人の人生に触れているでいろんな人の心に触れているってことが大切だと思うんですよねだから、えー、僕の大好きなカル・ロジャースもね、えー、読書とかそれからあと映画鑑賞とかをねやっぱり進めたりとかってしていたようですけれども。あの 何かそのドラマに触れるね人のその生き様に触れるっていうことを、えー、いろいろと。えー 年間のの、ね、活動の中にまた取り入れていくといいくとんじゃないかななといいいううふうに思いますすあるじゃないですか,なんか、えー、自分の直接の体験でもそうだしそれから人との出会い人から聞いた話それからね、えー、見た映画だとか読んだ、ね、あの本だとか、まあ、ドキュメンタリーだとかそうですけど何かやっぱりこれまで触れた中で自分がこの人間の凄さとか可能性とかねでその人の心っていうものについて何か学んだなとかこれに触れられてよかったなって理解が深まったなとかね、えーいうもの やっぱりこう思い出してみてでじゃあ今年はねあのどんなところに出かけようかどんな人と会うかどんな話聞こうかね自分もどんな体験しようかなんかそんなことをね考えてみたりするといいんじゃないかなというふうに思います。ああととね、まあえー、僕らにとってあの えー、一番大きなその学びの源泉であるのはあのクライアントさんとの時間でもあるのでやっぱりクライアントさんの心に触れながら今年も活動してそしてなんかそのえー セッションのことだけじゃなくてですねセッションの終わった後とかね他の時クレヨンさんがどう過ごしているのかっていうことにもこの関心を持ったりするとなんか人っていうものに対してどんどんこの理解が増してくるでそうすることでまた我々のねコーチングカウンセリングが変わってくるんじゃないかなということです。参考まででそれでは